新型コロナの経済対策として行われる18歳以下への10万円相当の給付について、山梨県内では初めて富士吉田市が全額を現金で年内に支給する方針を明らかにしました。コロナで子育て世代の皆さん、本当に経済的にもあらゆる面で困窮している、年内一日も早い支給を目指して取り組みたいと申し上げてきたわけですが、政府が新型コロナの経済対策として実施する18歳以下への10万円相当の給付について、13日の衆議院予算委員会で岸田総理が年内の現金一括支給を認める意向を示しました。これを受け、富士吉田市は6830人を対象に全額を現金で年内に支給する方針を山梨県内で初めて明らかにしました。市は17日の市議会におよそ3億4000万円の追加の補正予算案を提出する予定です。